私の青春はすべてプラモデルにかけたと言っては過言である。よし、今日は完成したプラモの撮影会をするぜ。わーわー。まずは机を移動させるんだ。ちゃんとデジカメ持ってきた？うん、お父さんにすごい高いの借りてきた。よっしゃ、準備 OK だ。撮れ。どけ。やっぱプラモはいいから可愛い私を撮るんだ。なんてことするんですか。いいから撮りなさい。ヨガ。はい、撮った。さあ、どいてください、ちび姉さん。ああ、そう来るかいいですよ、私は別に。だが、楽しい撮影会はもう終わりだ。腕相撲で勝負だ、おかっぱ。日頃の行いも含めて合理的に試すケツやんよ。味方するわけじゃないけど、絶対君の方が不利だよ。関節外れて癖になっても知りませんよ。言ってろ、クソガキ。レディー、やべえ、窓行っちまったぞ。おい、撃ったやつ謝ってこい。怪我ないっすか？うわ、やべえ。こんなチャンス二度とねえ。お？姉さん！誰？誰？誰ってもう見えてたっつーの。おかっぱだろ。私と戦争したいの？はあ？それはこっちのセリフですね。これ私のプラモなんですけど、壊れたままロッカーに押し込まれてるのをマキマキが見つけてくれたんです。姉さん何か知りませんか？犯人お前だろ。素直に謝った方がいいんじゃないか？もう怒ってないので素直に話してくださいね。本当か？本当に怒ってないのか？はい。じゃあその目の色は何なんだ？分かった分かったから寄るな。怖いな。プラモを壊しちゃったのは私だ。わざとじゃなかったんだ。許してくれおかっぱ。はい、正直に言ってくれたので許してあげます。でもちょっとは姉さんにもプラモの代金負担してもらいますからね。はあ、ふざけんな。てめえの体で稼いできな。
しない。ねえみんな仲良くしよう。すみませんした、弁償します。仲良くしようよ。最初からそう言えばいいのに。ごめんマキマキ、先に部室行っててくれる？うん。ありゃ、姉さんもまだ来てないや。はあ、実は俺、マキマキのことずっと好きだったんだ。え、嘘だ。いつも山根さんばっかり見てるくせに。嘘じゃないよ、証拠見せようか。証拠？ああ、証拠。好きだ。私も好き。見てた？え、何をですか？そんなことよりマキマキという人を知りませんか？もうこの部屋に来てるはずなんです。あ、ここにいるだろうが。ああ、私の知ってるマキマキは一人で技術の練習なんてしないんだよ。本物のマキマキをどこにか見せやがった。こんにちは。には日向ぼっこもいいな。そうですね。どうだ、日の光を浴びる私は可愛いだろ。可愛くないわよ。全く可愛くないわよ。あ、なんだこのちょび眉毛は。なんだよ。ほら見なさい、10対0で私の勝ちだわ。あなたちょっとぽっちゃりしすぎなのよね。っていうかたるんでない？リフトアップ、リフトアップ。リフトアップ、リフトアップ、ルル。あなた笑ってるけど全く人事じゃないのよ。妙な声が聞こえてこないかしら。何のことですか？髪の毛、さっきからずっとあなたの髪の毛が泣いてるわ。本当は私たちもっと輝けるのにって。ねえねえ見て見て、私の髪、美しい髪の毛ってこんな風に笑うの。しっかりケアしてワンランク上を目指すと。そしてあなた。はい。から何私を睨みつけてんのよ。私の美しさが妬ましいのはわかるけど、それはダメ。悔しい気持ちは美しくなることで返してちょうだい。あと F じゃない。ちょっと分からしてやった方がよくね。いや、あの人はあのままでいい。おかっぱの好きな人教えて。え、どうしたんですか急に。おかっぱは誰とチュッチュしたいの？教えて教えて。なんかムカつきますね。教えろよ、同じ学校、同じクラス。なんなんですかもう、そんなこと知ってどうするんです。どうせ身の程知らずの恋してるだろうから台無しにしてやるの。だから教えろって。ていうかなんでブレザー脱がそうとするんですか。どうしても隠し通すつもりか。だって台無しにされちゃうんでしょ。ああ、そうですか、わかりました。そういうことならこちらにも考えがある。お前のカバンを股に挟んでお尻フリフリしまくってやる。すれば。オラ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 。どうしたおかっぱ。好きな人教えるまでこの嫌がらせはエンドレスだぞ。オラ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 オ
あれ、あれ、あれ、大丈夫ですか？お金貸して！え、喉乾いたからジュース買うの、貸して。はいはい。何の音だよさっきから。上かな。上の階って家庭科室だよね。何してるんだろうね。何学校でも落ち着いてやがる。下まで音響いてるから外でやってくれ。うわー、上級生の声。ごめんなさい、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 ごめんなさい。いや、だから外でやってくれよ。早く餅を作らないとシンディシャンにやられるので無理です。それに下の階に響いてるのはシンディシャンの足音だと思います。は？足音？もち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 。うわー、なんだこいつ。もちもち。もう少々お待ちください、もう少々お待ちください。これなんかわからんがかわいそうだろ。もちが食いたきゃ自分で作るか買ってこい。おー、もち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 。こいつは何を言ってるんだ。こっちの言葉は通じてるのか。獣臭いし。わかりません。さあできましたよ、召し上がれ。もち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 。やったー、引っかかりやがったです。もちに大量の睡眠薬仕込んでよかったね、うの。そうだね、佐野、あの睡眠薬ゾウにも効くらしいよ、うの。ウケるね、佐野。そしててめえは静かになりゃいいか。お？そんなところでどうした、おかっぱ。マキマキ？なんだありゃ。何してんだあいつ。マキマキの好きな人に彼女ができました。失恋です。何がおかしいんですか。いやいや、だってよ、失恋ってのはわかるけどさ、だからってなんで判決でぶっ倒れてんだよ。なんで靴脱げてんだよ。ウケる。ウケるな。絶対いつも通りに接してあげてくださいよ。わかってるよ、茶化したりしないから安心して。失恋します。おい、こちら私、こちら私、判決の撤去発見。前転します。前転前転。三点倒立。へい、話を聞いたぞ。俺、失恋も青春だって知らねえのか。元気出せよブス。すいませんす、自分が間違ってたっす。自分も未来に向かって前進します。よく言った、来い、マキマキ。はい、行きます。させるかよ。させろよ、そこは。ねえ、あれ生徒会の2人じゃない。本当だ、何してんだあいつら。てめえらよ、人にぶつかっといて謝っただけで済むと思ってんのか。誠意見せろよ、出すもあるだろうが。出すもの、なんだろう、涙かな。ふざけんなこら。ちょっと来いよこら。ちょっとどうしよう。あれ、とりあえず交番に電話して人を。そんなもん必要ねえ、私が2分で閉廷してきてやんよ。待て待て、閉廷ってお前、危ないからよしなさい。二人の言う通りだちびこ、ここは俺に任せておけ。クリキさん、悪いが荷物を預かってくれるかい。え、でも、ま、警察に通報するのが一番いいけどな。じゃあ止めろよ。もういいよ、私が電話するから。おら、お
てめえおら、いい加減におれ。おれ。怖え。おらって言われるの怖え。待てー。そいつらを話してもらおうか。クリキさん。なんだてめえ。関係ねえだろ。出すもん出したら返してやるって言ってんだよ。それともてめえが出してくれんのか。出すもんだと。さ、出したぜ。なんだ、物足りないのか、欲張りめ。やるよ、欲張りめ。なんだこいつ。まあいいや、こいつも一緒にやっちまうか。いや、待て、よく見ろ、あいつの体。俺は知っている。お前たちのような不良の心を正すのは努力や友情ではない、無償の愛だ。イヤホー、抱きしめてやるぞ。こんなチャンスが滅多にないんだ。イヤホー、逃がさんぞ。君の話は矛盾してるな。じゃあその不良はどこ行っちゃったの。ああ、そうかそうか、あっちか。いいから乗りなさい。やったな、マキマキ、お手柄じゃん。うるさいよ。おい、真田。どうした。あの模型部のやつってお前と同じクラスだよな。ちょっと来てくれるか。うん、や、真田。おお、何してんだ、ちびこ。罰を受けてるの。罰。あんな、昼休みにな、おかっぱってやつの頭にダンク決めたらな、私がダンクされちゃったの。そうか、罰受けてるとこ悪いんだけどな、これからバスケ部の練習始まるから降りてくれるか。自力で降りれりゃ苦労しねえよ、サナダ。どうしたもんかな。みんなで工夫するといいと思うよ、私のために。すみません。あれの回収に来ました。姉さん、反省してますか。反省してるならこの棒を伝って降りてきてください。帰ってくれよ。おりゃおりゃ、見てんじゃねえぞ、おりゃ。そんなにチビが珍しいかい。おりゃ。おい、へい、ここだな、嘘つき先生ってのがいるのは。へいであんす、頼もう。あら、姉さん、今日はどうしたの。あんたが嘘つき先生かい。うん、嘘つき、私のこと？へい、これを入れ。ああ、私が書いたやつじゃん。そうなのよね、10代のダイエットって危ないのよね。あなたたちも気をつけなさいね。超怒ってる。何？なんでなの？アメイ、てめえがなんだ。いた、もうこっちが怒っちゃうんだから。そうじゃねえんだよ、33歳。私たちが言いたいのはこれだ。この第二次成長期っていうのだ。10から15歳ってガセだろ。私たちは15歳超えてるのに全く来る気配がねえぞ。第二次成長期。そんなの個人差だし、ムダ毛の処理とかしなくて済んでいいじゃん。もうやだ、早く大人になりてえのですよ。そんなムダ毛処理にすら憧れてしまうのですわ。なんで憧れるのよ。先生なんて高校の時、初彼氏と初デートの海で背中の産毛濃いねって幻滅されて振られたことあるのよ。先生にそんな悲しい過去が。ごめんよ、嘘つきだなんて言って。先生、
って青春っぽいスポーツだと目をつけてたのに全然スポコンドラマみたいにならないんだもん。そりゃルールも知らずに遊んでるだけだし、努力友情勝利が何一つないもんな。友情もないの？相変わらずのおバカさんね、あなたたちは。楽しめないのはあなたたちのテニスが下手くそで醜いから、美しくないからよ。私が教えてあげましょうか、本当の美しいテニスを。はい、撤収。はい、ハクライチキン。腰抜け、腰抜けだと。ダメだ、セリフ吐くのはその口か。くせえホットドッグねじ込まれる前に私の前から消えることをお勧めいたします。だって怖いんでしょ、私の弾を受けるのが。はぁ、ざけんな、なんぼでもバチかいくれ。ダブルフォール。なんだそりゃ、冗談のつもりか。来ないならこっちから行くぜ。マジなのかふざけてるのかどっちなんだ。毎度毎度絡んできやがって、何なんだお前は。なんだその顔は。うずら笑いもそこまでだ。雑魚ってわけではないようね。でもフォームがまるでダメ。力任せに打ってしまっている。一から叩き直してあげるから来なさい。なんなんだよ、もうどっか行っちゃえよ。来なさい。ダメ。そんなわけで今日はな、魅力のないお前らにも彼氏ができる方法を私が研究してきてやった。何それ。余計なお世話だ。お前らに決定的に欠けているもの、それは求愛行動だ。とある動物園、メスゴリラの花ちゃんはオスのイチロー君に全くメスとして相手にされず、飼育員さんも2匹の間の子供はもう諦めていたが、花ちゃん独自に求愛ケツフリダンスを開発。あっという間にイチロー君のハートを射止めるに至ったらしい。求愛行動といってもいろいろあるけど、お前らも男子の前でケツ振ればいい。なんでゴリラと一緒にすんの。いいから、マキマキ踊ってみて。やだよ、そんなの。いいねし。よしよしは人にもよるけど、マキマキに限っては一理あるかも。分かったよ、やりゃいいんだろ。ほら、これでいいか。ダメだ。はい、次、おかっぱな。その前に質問、その踊りはいつ相手に見せるんですか。バカだな、おかっぱは。そんなの告白直前に決まってる。想像してみてくださいよ。告白前に踊り出したら変でしょ。そうか。ごめんね、こんなところに呼び出しちゃって。どうしても君に伝えたいことがあって。伝えたいこと？なんだい。はい、慌てない。その前にゴリラの花ちゃんからヒントを得た踊りを見てもらいます。おら。可愛くもなければ頭も悪い、リコーダーも上手に吹けない私だけど、この踊りに免じて全部妥協して私と付き合ってください。ちょっと待った。何もゴリラの花ちゃんからヒントを得たのはおかっぱだけではない。私と付き合ってください。どっちもブスすぎて無理だわ。踊るってアイディアはすごく良かったけどね。確かにお前らが踊っても意味ないかもしれんな。いや、そういうことじゃなくて、つーかいつもブスブスうっせえけど、お前も可愛くねえからな。